キオッチャ戦争は1378年から1381年にかけてベネツィア共和国とジェノバ共和国の間で行われた戦争である。100年以上にわたるベネツィア・ジェノバ戦争における最後の戦闘期間であり、第四次ベネツィア・ジェノバ戦争とも呼ばれる。双方ともに大きな痛手を負って引き分けとなったが、この後ベネツィアは復興に成功して繁栄し、 ジェノバは没落の一途をたどる。中世後期の地中海世界は、ベネツィアとジェノバという二大海洋都市国家が、ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルとの関係を軸に活発な商業活動が行われていた。両国は、レバント貿易の主導権をめぐっていくども、戦火を交え、多くの場合ジェノバは劣勢に立たされた。内陸では、ミラノの選手ビスコンティケが勢力を伸ばし、 14世紀にはジェノバを影響下に置いていた。しかし、ミラノの勢力は1348年の国史病の流行で大きく衰えた。ベネツィアは1204年の第四次十字軍でビザンツ帝国の一時的な解体に大きな役割を果たしアドリア海の覇者となったが、アドリア海東岸のダルマツヤへ勢力を伸ばそうとするハンガリー王国との衝突が避けられなくなった。 また北イタリアの大陸領土を広げようというベネツヤアの方針は近隣の最大の都市パドバが激しく警戒するところとなっていた。ジェノバは穀物、木材、毛皮、奴隷が行き来する国会貿易の独占を夢見ていた。それまでこの地域はモンゴル帝国によって交易が保護され、カファなどに植民地を置いたジェノバに多大な富をもたらしていたが、帝国の崩壊とともに、 国会貿易は格段に危険になり利益も上がらなくなった。このためジェノバは国会の手前のラテン帝国に影響を及ぼしているベネツィアを倒し国会での影響力を維持する必要に迫られたのである。ジェノバはハンガリーとパドバを味方に引き入れた。ハンガリー王ウラヨシュ一世は三百七十九年にダルマティアをベネツィアに奪われておりこれを奪回するために 北方から進攻した。パドバ軍は、フランチェスコ一世だ、カラーラの指揮のもとに、ベネツィアの本国と西方の大陸領土との連絡を、立ちにかかった。またジェノバは、アクイレア総大司教やオーストリア港レオポルト3世の支援も受けていた。しかしベネツィアにとって、こうした陸上の脅威はそれほど重要でなく、とにかくレバントとの交易路をめぐるジェノバとの会場での、 闘争が第一であった。ミラノの選手ベルナボ・ビスコンティは、ベネツヤと同盟していたが、この戦争には本腰を入れず、1379年に、ジェノバイ侵攻したもののビサーニョ側の戦いで、敗北している。後に、ベルナボは独裁と重税を敷いたことから1385年に、おいのジャンガレアッツォに追放され、同年のうちに投獄、毒殺されている。ビザンツ帝国では、 ベネツィアが支援する、ヨハネス・5世位、パレオロゴスの定位をジェノバが支援する、アンドロニコス4世位、パレオロゴスが狙っていた。1376年、ヨハネス・5世位は、ダーダネルス海峡のすぐ外に位置する、エーゲ海の要衝テネドス島をベネツィアに売却したが、これに起こった、ジェノバ人が遊兵されていた、アンドロニコス4世位を脱出させ、同年にクーデーターを成功させた。 アンドロニコス4世は、ヨハネス5世を投獄した後テネドス島の返還を要求したが、ベネツィアは島に全焼基地を建築することで答え、ベネツィアとビザンツの関係は極めて悪化していた。ベネツィアが築いた、テネドス島の要塞の一部記憶ゃ戦争の最初の火蓋が切られたのは、テネドス島においてであった。戦争後の1381年、ベネツィアは、 テネドス島をサボイア公国に引き渡して撤退した。以後の争奪を防ぐため、強皇の仲裁により、この要塞は取り壊されて4000人のギリシャ人住民が、クレタ島やエビア島に移住させられた。ベネツヤ元老院の計画はおおむね成功していた。カルロゼーノの艦隊は、レバントからジェノバ勢力を一掃し、ベッドオルピサーに率いる10隻のガレー船は、 テベレガは川口の南に位置するアンツオ岬で、大風が腹中ジェノバのジョバンミルイージ・フィエスキ率いる11隻のガレー戦団を破った。ジェノバ艦隊は5隻が捕獲され、残りは難破した。捕獲されたうち4隻は、その後逃走、キプロスのファマグスタへ向かった。もし、ピサニがジェノバ本国へ向かったならば、アンツオでの敗戦で、 パニックになったジェノバが容易に和平に応じたかもしれないが、そうするにはあまりにも自分の艦隊が弱体だと考えたピサーにはファマグスタへ向かうジェノバ艦隊を追うことにした。ピサーにはアドリア海に帰還すると25隻のガレー艦隊を率いてシベニクの港を破壊しトロギルに向かった。この町はルチアーノドーリア引きるジェノバの22隻のガレー艦隊がおり、 また街自体も要塞化されていた。ピサニのベネツィア艦隊は損害を受け、ベネツィアに撤退した。ベネツィア海軍は再度トロギルを攻めたが、失敗した。夏になると、ピサニはキプロスのジェノバ勢力との戦いにも駆り出されるようになるが、基本的には、ハンガリー王の支援を受けて、ベネツィアに反抗するイストリアやダルマティアの諸都市の攻略に従事した。 冬になってもイストリア海岸への攻撃が続いたが、ベネツィア海兵の戦闘や病気による死者は増え続けていた。アンツミサ岬の戦いでの敗北から立ち直ったジェノバは、ベネツィア海軍の主力を率いるカーロジーノの機関が遅れている隙に、ベネツィア本国を攻撃することを決定した。ルチアーノドリア率いる強力なジェノバ艦隊がアドリア海に送られた。 ピサニの艦隊は1379年の早春から行動を再開したが5月7日彼の艦隊は25隻のゼノバ艦隊にプーラで捕捉される。ベネツヤ艦隊は数の上ではわずかに勝っていたが兵の連度はまだ上がっていなかった。ピサニは戦闘を避けようとしたが元老院から派遣されていた監査官のミケーレステーノに決戦を強いられた。 結局、ベネツヤ艦隊は6隻しか残らない敗北を喫したが、ジェノバ艦隊も、ルチアーノドリアやオークノが冷戦を失い、この勝利を活用することができなかった。ベネツヤ本国に帰還したピサニーは投獄された。しかし、キオッチャの戦いで本国が危機にさらされると、釈放されて戦線に戻った。リードとベネツヤ7月、ピエトロドリア率いるジェノバの大艦隊が、 ベネツィアのラグーンを守る位置にあるリードの沖に現れた。そして8月、海からジェノバ海軍が陸上からパドバ軍とハンガリー軍が一斉にベネツィアへの攻撃を開始した。ベネツィアは南部のブロンドロ島とチア市を除き、ベネツィアを構成するすべての堤防と港を鎖で封鎖した。ベネツィア本島周辺は互いの距離が近く、 防衛に際して連携が容易だったが、キオッチャはラグーンの中でも遠く離れていて、運河を抑えられると行き来ができなくなった。ベネツヤは、キオッチャに至る水路を示す不評を撤去し、ラグーンに艦隊を展開した。間もなく、ブロンドロは連合軍に占領された。キオッチャこの広範囲にわたる戦いは、3000人のベネツヤ兵が立てこもった町キオッチャの名が付けられている。 ハンガリー軍とパドバ軍の合流で力を得た、ジェノバ軍は、ラグーンの南方から奇襲をかけ、運河に突入した。連合軍は8月16日に、キオッチャを占領し、8月半ばまでには、連合軍による、ベネツヤ包囲が完成した。ベネツヤ元老院は、講和を求めたが、ジェノバ司令官、ピエトロ・ドシアから、聖マルコの馬に波と到落をかけるまでは平和はないと告げられたため、 ベネツヤ人は最後まで抵抗することに決めた。民衆は投獄されていたベッドオル・ピサニを釈放させた。1379年12月22日、ベネツヤのドージェ・アンドレア・コンタリーニとピサニは野員に紛れてキオッチャを封鎖し、ここを占領していたパドバ軍とジェノバ軍の連絡を絶った。この陽動作戦の後、ベネツヤ軍はあらゆる運河に障害物を沈め、 ジェノバ軍がキオッチャのクルドサックから逃れるのを阻止した。1380年1月1日、地中海で活動していたカーロジーノがベネツィアのガレー艦隊の主力を率いてブロンドロ島に現れた。彼はテレニア海やエーゲ海を荒らし回ってベイルートやロードス島に拠点を置くジェノバの交易網を脅かしていたが、情報伝達や艦隊集結に手間取り。 ベネツィア本国での戦闘に持参したのだった。カーロ・ジーノの艦隊の参戦により、今やキオッチャで包囲されているのはジェノバ軍の側となった。今やベネツィア軍は息を吹き返した。激しい攻撃にさらされる、ジェノバ軍にとって本国からの救援が最後の頼みの綱だった。数ヶ月にわたる包囲戦の中で、ジェノバ軍は運河のバリケードを取り払おうとしたり、 ベネツヤ側の傭兵を破ろうとしたりしたが、いずれもベネツヤ軍に阻まれた。また、ジェノバ海軍の大型船は、浅く航路が複雑な、ベネツヤの浅瀬の中で、身動きが取れなくなっていた。こうした状況を作った後、ピサには、野臭を仕掛け、石を満載した船を、ベネツヤ本島に向かう運河のみならず、キオッチャや、ブロンドロから外目へ出る運河にも沈めた。これにより、 もはや、ジェノバ軍の自力での脱出は、不可能になった。さらにピサには、アドリア海に、ガレー船団を停泊させ、数ヶ月にわたって外から救援を試みる、ジェノバ海軍を遮断し続けた。この作戦は、ベネツィア人にも多大な苦労を強いるものだったが、同ェのアンドレア・コンタリーニをはじめとした貴族たちは、キオッチャを脱回するまでは、ベネツィアに帰らないと誓いを立てて、 海軍司令官のロークを共に背負い、市民に反を示した。この戦いでベネツィアは、水陸両用作戦への支援やジェノバ艦隊との戦闘のために、初めて大砲を艦載して、戦闘に使用した。ジェノバ本国でも、すでに海に出ていた船舶を偽装していく負担が大きくなってきていた。またその時期も遅れがちになり、マテオ・マルフ法が、ジェノバの援軍を率いて、 ブロンドロに現れた時にはもう1380年5月12日になっていた。この時すでにブロンドロ島はベネツィアの手に落ちており、要塞化した港も陥落していた。そのためマルフォの艦隊は何も手がてを打つことができず、6月24日にキオッチャのジェノバ君は降伏した。同日にベネツィアのラグーンで行われたキオッチャの海戦はベネツィアの勝利に終わった。ジェノバは 兵糧攻めに屈して降伏し、ベネツィアはアドリア海の政界権を取り戻した。サボイア博アメデオ6世の仲介で、講和条約がトリノで結ばれた。形式的には、ベネツィア・ジェノバの勝敗が曖昧にされたものの、これが両者の長い戦いの終わりとなったのは確かだった。以後、ジェノバの船がアドリア海に現れることはなかった。この戦争の結果、ジェノバは、 決定的な打撃を受けた。ルチアーノドリアや、ピエトロドリアなどの優秀な提督を失い、会場派遣を失った。一方ベネツヤも手ひどい損害を破した者の間も、なく復興して、1508年のカンブレー、同盟戦争までは、目覚ましい発展と慎重を続けていくことになる。ありがとうございます。